こんにちは、速稼塾の久保でございます。まあ、私ね、こうやってアニメーションが好きでね、よくブルーレイとかをセットで買うんですよ。まあ、これはキャプテンハーロックでしょ。これが宇宙戦艦ヤマトのリメイク2199でございます。で、これから2202のヤマトシリーズも購入して、で、2205もね、順次購入していこうと思います。もちろん、今ね、Amazon プライムで有料配信されてますんで、2205に関しましては有料配信も見て、映画館にも行って、グッズもしっかり買ってですね。まあ、一種のコレクターみたいになってるわけなんですけども、まあ、宇宙戦艦ヤマトに関しましてはね、自分の子供にヤマトってつけるぐらいなんで、まあ、このぐらいのローは惜しまないかなっていうところでございます。でね、今回この放送させていただいたのが、ちょっとわけがありまして、前回も、日本のアニメ市場がかなりね、厳しいことになっていると。日本の素晴らしい作品が、だんだんシェアを奪われていってですね、なかなかこれからアニメがね、作られなくなっていくっていう、そういう現実があるんですよ。で、今宇宙戦艦ヤマトの話とか、松本零士作品の話はしましたけども、銀河英雄伝説っていうね、このスペースオペラの名作があるんですが、皆さんご存知ですかね。この銀河英雄伝説は、まあ一度、富山圭さんを、ヤン・ウェンリーとしてですね、作品は完結してアニメは終わってるんですよ。105話ぐらいあったと思いますけども、オリジナルビデオアニメというね、まだ VHS の時代に私もね、一巻一巻買い揃えて、しっかりと見た上で、また DVD も全巻購入みたいな流れを取ったわけなんですけども、現在ね、ブルーレイを私は持っているんですよ。もうこのぐらいのセットになりますからね、本棚ガツッと埋めるような感じですけども、やっぱね、買って損はなかったなと思います。ちなみにそういう風なブルーレイとか DVD セット、私ね、100コンテンツ以上あるんで、まあ、これもね、なんかね、数百万ぐらいの購入価格になるんですよね。そう考えると、なかなかこれだけ手に入れることは難しいと思うんですが、さあ、この銀河英雄伝説なんですけどもね、今、ジ・ノイエ・テーゼというね、新しい作品ができてると思います。これもリメイク版です。やっぱりアニメってのは、どうもね、新しい作品の、こういったね、メディア版ってのがなかなか出なかったりとかね、映像化ってのがなかなかされずに、まあ、言ってみればちょっと挑戦するお金が現在なくなってきてるんですよね。新しいヒットした小説や、それから、なんですかね、漫画、こういったものを映像化するためには、非常にね、リスクを伴う投資が、先行投資がいるんですよ。スポンサーさんも集めないといけないですし、スポンサーさんはスポンサーさんで回収するためにね、超合金やプラモデル開発しないといけないですし、しかもそれが全部くまなく売れて、利益回収ということになります。そして利益が回収できたら場合によっては続編が作られるという流れなんですけども、さあ銀河英雄伝説ね、今まで、作品がいろいろ出されてきましたけども、このリメイク版どのぐらいの制作が完了したかと言いますと、田中良樹さん原作の銀河英雄伝説は全10巻あります。その10巻のうちの最初の2巻を映像化することにはリメイク版としてね、 G の家テーゼあ、ね、成功したわけなんですけども、ただね、3巻以降は作られるかどうかわからないんですよ。理由は簡単で、お金がないからなんですよ。ね。この辺をちょっとね、動画解説をしようかと思ってね、いるんですけども、皆さん、銀河英雄伝説の新しいホームページご覧になったことありますかね？私は結構ね、これを見てね、いろいろと思うところがあったんですよ。ちょっとね、そちらの方を、一部、ホームページの方、引用して説明したいと思います。こちらをご覧ください。はい、まあ、銀河英雄伝説というね、形で、トップページ開かれております。こちらの方、今、ホームページを開いたところなんですけども、いきなりね、動画が、ポンとね、出ることになるんですよ。この、バツを押せばね、この動画は消えていくんですけども、ちょっとまずはこの映像から解説したいと思います。まあ、制作に携わった方が、こうやってね、いろいろと、公式販売ショップを立ち上げるんで、そこで商品を買ってくださいというお願いです。なんで買ってくださいということは、やっぱりね、続編の制作費がないっていうことをね、正直に、言ってくださいました。私としてもね、この完結編まで見たいんでね、ぜひ成功させてほしいなと思うんですけども、その際に、これです。アニメ市場の説明があったんですよ。ちょっと上から見ていただきたいんですけども、ビデオ市場ってのは、レンタルビデオがなくなったり、VHS っていうビデオがね、やっぱかさばったりとかする映像の質の問題もあるんで、どんどん減少傾向にあるのは仕方がないことだと思います。その代わりやっぱり、ブルーレイとか DVD の市場が広がってきたという見方もあるんですけども、オンラインですよね。ストリーミング配信とかによって、そもそもメディアを持たない視聴の仕方っていうのもあるわけですよ。で、これっていうのは、いつも視聴ができて、ログインすれば、またアーカイブが取り出せて便利なんですけども、やっぱり一つね、DVD が物として本棚に並んでいるっていう感動も
私は忘れたくないなと思うんでね、できれば買っていきたいなと思ってるんですよ。さあ次、アニメ制作費なんですけども、これね、年々上昇してます。人件費も高騰してまして、で、日本市場におきましては、下請けを韓国や中国に流していたということがあるんですよ。それは、当時、まだ韓国や中国の人件費が安いんで、やっぱり利益を上げてね、続編作るためには、高い日本人のアニメーターさんに依頼するよりも、多少質は悪くても、韓国とか中国に発注しなければ、やっていけないって現実があったんですよね。ただやっぱりそういう風にしていく中で、韓国とか中国のアニメーターさんの質もやっぱり上がってきますよね。その代わり日本に発注がいかなくなるわけですから、日本のアニメーターさんの質はどちらかというと場数がなくなってね、落ちていく傾向にあるんですよ。まあそういった形でだんだん不自由になってきているというところがあります。そして外注してきた韓国中国市場も人件費とかね、原材料費がどんどん上がってきたりっていうところもあって、で中国国内ではやっぱアニメがたくさん作られるようになったんでね、そうなるとアニメに関わる人件費とか材料費も引っ張りだこになって上昇する傾向があるんですよ。でこれはさらにどんどん上昇していくと思います。でそういった変化があります。で北米市場はまああんまり変化がないけど、これからやっぱり競争にさらされていくだろうなっていうことですよね。で中国市場に関しましてはね、ルールそのものが、国のルールそのものが変わったわけなんですよ。これによって中国アニメ市場が激減しているわけなんですよね。逆に中国で作られたアニメって価格が高いんで、日本で上映するには向かなくなってきてるんですよ。要するに日本の配給会社が買いにくくなってるんですよね、高いんで。ということなんで、多分ね、今ね、中国のアニメが多分世界一になってるんじゃないかなと思います。認めたくない事実ですけどね。で、次です。これです。中国アニメ市場の変化ということで、どんな変化があったかというと、中国でね、配信アニメの事前チェックがあるんですよ。だから政府の人によって、これは中国で放映してもいいのかどうか、プロパガンダがあるか、誰が主人公となっているのか、どこかの特定の国を非難するような内容になってないかというね、こういうふうないわゆる、まあ言ってみればね、洗脳教育のためにアニメっても作られますから、やっぱり日本人とかアメリカ人がヒーローになってるアニメっていうのはちょっとね、控えがちになるんじゃないかなと思いますよね。だからスパイダーマンとかね、スーパーマンっていうのよりも、まあブラックバードみたいなね、中国のバットマンみたいなやつがね、流行ったりするわけなんですよ。はい。で中国産でないアニメ配信の分数を制限、つまり簡単に言うとですね、2時間アニメを中国内で放送するときは1時間までにしてくださいみたいなことになるんで、ものすごくね、内容をカットしていって、内容が本当に、分かりにくいものになっちゃうのかなと。重要な人物像にスポットを当てるところとかをオミットしなくちゃいけなかったりとかしてね。で結構ね、アニメがこういう風な規制を受けると楽しみにくくなってくるのかなと。で長編アニメはね、そもそも映像が中国では放送できないってことにもなりますんで、かなり不自由するんじゃないかなと思うんですよ。まあこういう風なね、形で今までドル箱で利益を上げてきた中国の市場も、これからはドル箱ではなくなってくると。そもそも市場として通用しなくなってくるってところもありますので、日本でアニメを作ってもね、もう今北米ぐらいしか出すところがないっていう状態になってるんじゃないかなと思うんですよね。さあそういう現状の中でも、やっぱりこの長い長編アニメね、銀河英雄伝説はなんとか最後まで完成させたいというのが制作者の思いであり、ファンの思いです。そこでこういうふうな形になってます。実はね、本伝が10巻、先ほどもお話しましたみたいに、銀河英雄伝説の本編、外伝を除いてですね、小説版は10巻で完走、完璧に終わることになってるんですよね。でも今のところ、未完の部分までしか映像ができてないんですよ。ということで、残る 80% は、これからの資金集めと、時間と、まだアニメーターさんがいるうちにね、やっていただくってことになります。さあ、そうなるとね、まずは、お金の面で、ちょっと協力を仰がないといけないですよってことを、赤裸々にお話しされてるんですよね。7分7秒。これ。はい。で、共通の思いとして、制作者側の方も続編を作りたいし、この作り出したジ・ノイエテーゼ、完結させたいわけですよね。私も同じです。現代のテクノロジーをもってすると、銀河英雄伝説はどのぐらいまでの表現力になるのか、現在の声優さん、どのぐらいの作品に魂を吹き込んでくれるのか、そしてラストのね、ラインハルトが永遠の眠りにつくときに、ミッターマイヤーはどのようにね、時代を振り返るのか、そういったところにもう一回ね、別の形で思いを馳せたいなと思うわけなんですよ。はい。そこで、これは、ちょっとこれ、バツで閉じますけども、これがね、公式サイトのトップページになります。今、ご覧いただいたのが、この下のね、動画の方になるんですよ。
で、第1部の方もいろんな情報が入ってますので見ていただきたいかなってことですよね。で、左上のメニューをクリックすると、まあ様々なメニューが見ることができるんですけども、例えばブルーレイ DVD のセールスページですよね。ちょっと時間かかりますけども、こういうふうな形で、まあすでに販売されたものに関しましては手にすることができるということです。でもこれ見てください、結構価格が強気でしょ。82,500円って、これね、なかなか手が出ないと思うんですよ。だから中古を買ったり、まあいわゆるね、海外販売版とかっていうのを買っちゃう、いわゆる海賊版に近いようなやつを買っちゃうと、制作者側は全然儲からないんで、続編が出せないっていうことになるんですよ。まあ、ですので、できれば正規品をこういった公式ショップで買うことによって、まあ買う方がきついですけども、半分ね、続編を見たいっていう寄付のつもりで購入していけば、正当な対価が支払われて、アニメーターさんもブラックロードにならずに、みんなでよかったよかったになると思うんですよね。ただやっぱり、通常私たちはただ同然で映像を見ることに慣れてますんで、海賊版とかすぐ上がるし、違法動画アップロードサイトもね、結構あるでしょう。だからそういうところで見ちゃって、まあお金を払わないっていうね、ファンが増えてるのも事実なんですよ。そこでですね、この公式ショップフェザーンなんですけども、今回、特別な特典を設けてるんですよね。ちょっとね、前後しちゃってすいませんけども、これですね、エンドテロップにお名前掲載券付きの作品です。つまり、公式ショップから手続きをして買うと、最後のアニメのエンドロールね、スタッフロールに、まあ、公式ショップで作品を買った人の名前が出るわけですよ。この名前は本名でなくてもいいんですよ。ニックネームでもいいですし、自分が何かね、例えば、コミケとかで、匿名で、ペンネームでやってるとしたら、そのペンネーム名で出すとかね、会社の名前でもいいと思いますし、何か一定の主張を名前に託してもいいですしね、例えば NHK をぶっ壊すみたいな名前で出してもいいと思いますし、ただまあ、反社会的なものとか、誤解を与える表現は当然ですけども、ちょっとダメよってことになりますけどもね。まあ、そういった形で工夫して、視聴者さんとか、ファンの方にも一定のメリットを与えながら、でも作品の次回制作代は回収させてもらうっていう形で、半分ね、クラウドファウンディングみたいな形で、これからアニメ作りっていうのも行われてくると思うんですよ。銀河英雄伝説制作委員会みたいな感じで、複数の会社が出資をして委員会を作っていくって形もありましたけども、まあそれもなかなか難しくなってきて、今度はね、ファンの方にその委員会なるものに参加していただく形、クラウドファンディングのように、ファンの方がね、ちょっと割増でお金を払ってみんなで作っていこうよって形になったんですよね。で、今ご覧いただいているのが、そのファン特典のね、一つなんですよ。割高で製品を買っていただく方に関しましては、これはフェザーンじゃないや、自由惑星同盟と銀河帝国、それぞれがイメージになったイラストなんですけども、ここにあなたのイラスト、あなた自身をデフォルメした人物を入れていきますよということで、銀河帝国の住人になることができる、自由惑星同盟の住人になることができるみたいな配慮があるんですよね。で、これはね、あれですね、33万円で予約注文してくださった方ね、ブルーレイディスク4枚で、買ってくださった方ということになります。現在テレビでも放映されてますんで、現在かな、まあテレビでもね、 NHK でも放映されてるんで、ギガ英雄伝説のこのリメイク版は、そっちで見て、あ、お腹いっぱいって方は多分これを買おうとは思わないと思いますけども、とにかくね、続編が最後まで見たいと、自分はアニメを作ったり、なんとかはできないけども、お金は出せるよって方はね、ぜひね、このブルーレイ作品を公式から買うことによって、ちょっと33万って割高ですけどもね、割高なんだけども、この33万払うことによって、続編、ね、第3巻の映像化、第4巻のリメイク映像化っていう風に進む可能性が非常に高くなるんで、私は当然33万円のやつをね、一発二発買おうかと思いますけども、そういうような形で一回ね、銀河英雄伝説の歴史に俺は貢献したんだっていうね、なんか分かりにくい名誉のためにやってみてはいかがでしょうかということですね。エンドテロップへのお名前掲載権ですよ、これ。ね、私はここにね、名前出してもらいたい。本当に。自分の名前を。永遠のなんか誇りになると思います。まあでも分かってもらえる方はあまりいないと思いますけどね。まあそういう形でね、特典をいろいろ用意してるんで、協力してくださいっていうことが、まあ運営から語られていたということでございます。はい、いかがだったですかね。やっぱり日本を取り巻くアニメ環境どんどん悪くなって、アニメは儲かるから大丈夫っていう話はもう過去のものなんですよね。
今アニメに携わる方とかセル画を描かれる方ってまだね、セル画っていうのは最近描かないと思いますけども、とにかく映像に関わる方はあんまりね儲からなくなってきたばかりかブラックロードになりつつあるんですよ。その代わりね、私たちは素晴らしい作品を見ることができますし、この宇宙戦艦ヤマトなんて当時テクノロジーがなかったから表現できなかった映像、音、音楽、こういったものも現在はねまさに表現されるようになってきましたし、あとリメイク版というのは全部が作り終わった前作を元にグレードアップして、さらに辻褄が合う形とか盛り込めなかったエピソードとか出てこれなかった人物を出していくんで、面白さはねやっぱり10倍100倍になると思うんですよ。だからこういった素晴らしい作品作りに今までとは違った形でね、もう一歩二歩前に進んで協力できるっていうのが今回の銀河英雄伝説の神の家テーゼ、この作品の取り組みだと思うんですよ。私はね制作者の方に本当に感謝したい。こういった提案を私たちファンに向けてしてくださったこと、私たちも手をこまねいて待っていて、お金がないんで続編が作られませんとか、次回作はいつになるか何年後になるか分かりませんというよりも、現在の新作を見ながらで、作品が終わって最後のエンドロールにね、次回作、制作順調に進んでおります。何月何日にリリースです、みたいな予告を見ながら、次も見たい、次も見たいと。そして、銀河英雄伝説に関しましては、外伝がね、結構あります。こちらの方も映像化してもらいたい。螺旋迷宮もそうですし、夜の夢もそうですしね、それから何ですかね、汚名ですか。汚名っていうのもそうですしね、もう様々、新しい概念での、新しい声優さんでの、リメイク版見たいと思います。これは私の思いだけではないと思うんですよ。もう、おそらくね、銀河英雄伝説の一部でも見た方にとっては、全部、もう皆さんの願いだと思いますんでね。ただ、正味、思いだけではどうにもならない。お金のかかることもありますので、そういう面は、お金がね、多少出せる人が、こうやって協力するみたいな形を、その機会を与えていただいてね、本当に嬉しいなと思いますし、いや、私も、こういった取り組みにはね、積極的に、参加させてもらいたいと思いますし、まあ大口でね、1000万とか2000万っていうのはちょっと私には無理なんですけども、数十万とかね、まあ、100万、200万単位だったら作品をいただきながら、お返しできると思いますんで、とりあえず今回はその33万円ですか。これはね、私はご購入ですか、私だからね。購入させていただいて、で、まあいろんな特典も享受しながらね、それをまた YouTube で紹介することによって、どんな特典があるのかもっと明確に分かりやすく伝えれると思いますんで、まだまだね、銀河英雄伝説の、まだ旅は続くってことですよ。いや、でも、旧作でね、なんですかね、すべての作品見て、外伝も映像を見てしまって、そこでもう、あ、銀河英雄伝説本当に終わったな、と思ったところに、今回のリメイクとかね、あと舞台もありましたよね。とにかくね、銀河英雄伝説と名が付くものだったら全部私は、自分のものにしたい。それは宇宙戦艦ヤマトも同じ思いです。宇宙戦艦ヤマトという冠が付いているものは全部肯定してます。木村拓哉さんが出演された、ヤマトも素晴らしいと思います。感動です。もう、ああいう映像にしてくれてありがとうですよ。もうね、映像化されて、ケチをつける方もいます。それも一つの評価なんで、まあ、いいとは思うんですけども、私はね、果敢に挑戦して映像を、あれでもない、これでもない、これでもか、これでもかって作ってくださるこの日本人のね、アニメ熱に本当に素晴らしいものを感じてますし、私はだから作る方じゃなくて、作っていただく方、お金を出す方で、少しでもね、一歩でも二歩でも、この日本のアニメ市場が良くなることを願ってますし、で、ちょっとね、前は京アニ放火事件みたいな、すごく悲しい事件があって、大幅に日本の戦力が、あの時失われたことと、アニメ、スターさんもね、安心して働けないっていう現実もあるんだなと思いました。で、そういうのも込みで、アニメがなくならないように、いや、むしろね、もっともっと日本のアニメが世界に広がっていくように、せめてお金だけで協力したいなと。大したお金は出せないんですけども、こういった取り組みがあるたびに私は参加させていただいてね、しっかりと、なんか恩返しさせてもらいたいなと思ってますね。はい、つまんない話になりました。すいません。とにかく、銀河英雄伝説の特典。これが出てますんで、33万なら、ちょっとね、頑張れば払える金額だと思いますんで、私はまず自分で買ってみて、どんなものだったか感想をまたね、この YouTube で紹介したいと思います。長い間のお話、付き合っていただきまして、ありがとうございました。